CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も目から鱗の日本の歴史、小薙さんと共にお送りしていきたいと思います。小薙さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。いよいよ今日から第5章に入りまして、はい、第5章の第1話は、平清盛と毛沢東というテーマで。はい、平清盛ファンの皆さん、ごめんなさい。とんでもないタイトルになっちゃいました。はい。清盛っていうのが非常に全盛期大変なこう力を持ったっていうのは、これは有名な話ですよね。はい、で、これ平家物語の第1巻ちょうどフリップに出てるんですけど、カムロっていうところに書いてあるんですけれども、六原殿のご一家の金立ちといいてしかば、家族、花の族って書いて、これ貴族のことですね。はい、家族も英雄も表を迎え肩を並ぶる人なし、されば入道小国っていうのが、これが清盛のことですけども、清盛の小銃と、兵の大納言と北田京の玉いけるは、この一門にあらざらに人は皆人品になるべしって、こういうこと、これ本当に本人が言ったかどうか分かんないんですけれども、ただまあそういうふうに言ったとされるぐらい、もうその一族の人たちだけが繁栄してるという、そういう状況を築き上げたわけです。よくね、平家にあらずんば人にあらずってやったのが元がこれなんですね。まさにこれなんですね。はい、うん、で、同時にですね、ここまで言われたっていう、人品になるとして、ここまで言われたっていう背景として、大変な言論弾圧を行った、うん、しかもその言論弾圧がですね、なんと後衛兵だったっていう、次のフリップ、はい、次のフリップ、はい、ここにあるんですけども、ちょうどですね、赤い字になってるところだけ読みますとね、14歳から15、6歳の子供を300人も揃えて、髪をかぶろ、カムロっていうのはおかっぱですね。そうですね、おかっぱ、おかっぱに切り揃えて、赤いひたたれを着せて召使っていて、その彼らが京都の町中にあふれるほど往来していた。うん、はい、で、この、言ってみれば子供たちというか中学生ぐらいですよね。はい、この子たちが一人でもその平家の悪口を言ってるという話を聞きつけようもんなら、他の仲間たちと連絡し合って、その家に乱入して、家財や道具などを没収して、その当人を捕まえて六原へ引っ立てると、これをやったわけですね。うん、だから、徹底した言論弾圧、そうですね、平家の悪口は一切言わせない、町中にはスパイみたいなものですね。スパイというか、患者を忍ばせてた、そうで、これが実は毛沢東がやった、文化大革命と全く同じ構造なんですね。次のページに、これユン・チアンという人のワイルド・スワンという本で、有名ですね。はい、何年ぐらい、もう25、6年前かな、に読んだ、出たばっかの時にとにかく読んで、すげえとびっくりしたんですけどね。どれだけその毛沢東っていうのがこうひどいことをやってきたかっていうことが非常にこう克明に描かれています。で、まさにこの著者っていうのが紅衛兵の一員だった人でもあるわけでして、で、その毛沢東の赤本っていうこんな小さな本があるんですけどね、これを持って、で、党の幹部の偉い人が来ると言ったら、もうとにかくみんな笑えと言われて、引きつったみたいな笑いで、へーって笑って写真パシャッと撮ると、で、こんなに共産党幹部はみんなから慕われてると言って、それが宣伝に使われるというね、そんなふうな情報工作活動もされていたということがあります。だから本当にその一方で言論の弾圧をし、一方で大変な栄華を極めたわけですけども、なぜそれだけのことができたのか、なぜ平家の一門というのがそれだけの力を持つことができたのかって、ここが問題なんですよね。で、確かにその清盛は太政大臣にまでこう出世しますけれども、太政大臣だからそれができたということではないんですね。今の時代で言ったら、内閣総理大臣だから好き勝手のことができたとか、自民党に争う、人に争うみたいなことを言えるかと言ったら、そんなことはない。で、そこまでこう清盛が力を持ったっていう背景が、実は次のフリップになるんですけれども、日宋貿易、これにあったわけですね。で、これは記録が残ってまして、中国との交易というのがですね、非常に、宋ってのは当時中国にあった国ですね、今も消滅してますけれども、大変な経済大国だった、その大変な経済大国である宋の国との貿易を、その瀬戸内の村上水軍を使って、貿易を行って、これで大儲けするわけです。で、どのぐらい儲かったかっていうと、100万円で最初日本国内で商品仕入れるじゃないですか、この仕入れた商品を中国に持っていくと大体20倍で売れるわけです。次のフリップにですね、出てますかね、日本刀が写ってますけども、大変綺麗ですよね。刀の柄、
あのお尻のところ、はい、これ純金、実は純金なんですよ、はい、あの金で装飾してある刀、うん、しかも切れ味といえばもう青龍刀なんかはあとは比べ物にならないぐらいよく切れる、はい、非常にこう扱いもしやすい、うん、まあ、こういった刀剣ですとかあるいは絹織物ですとか、あのからまあ特に日本は金がたくさん取れたものですから、うん、あの金なんかも輸出品になったんですね、はい、でこれを中国に持っていくと大体20倍に売れる、うん、100万円が20倍ってことは、2億まだいいかね、100万の20倍ですから10倍で1000万20倍で、ああそうかそうか、ごめんなさい、200倍しちゃいました、はい、はい、2000万、その儲かった2000万円で中国 で物を買って、はい、で大体買ってくるのはあの仏教の経典とかそういうものばっかりなんです、はい、でそれを日本に持ち帰るとまたそれが20倍で売れた、はい、つまり2000万の20倍、そういうことか、そういや貿易で数百倍の利益があったって覚えたんで僕今先によくって言ったんですけど、はいはい、20を20だから、そうだから100万円で仕入れ最初、はい、出発するときには100万円だったものが、はい、行って帰ってくると4億円に化けた、そういうことですねあよかったよかった、俺数百倍だったのになと思ったんですけど、はいはい、それぐらい大変な、もうまさに大儲けをして、うん、だから財力を独り占めするわけですね、はい、その財力を持って朝廷に入り込んでいって、でそれだけではなくてその財力を持ってですね、はい、全国の荘園のうち約500箇所を平家一門が支配した、うん、500箇所っていうのはどういうことかというと全国の荘園の半分強です、はい、つまり日本全国の半分強っていうものを平家一門で支配したんです、はい、でしかもその経済的にそのどんどんお金が入ってくるわけですから非常に儲かっているので、うん、経済的にも繁栄する、はい、まさに経済大国日本ならぬ経済大国平家を作り上げたんです、うん、ところが経済的にこうしあの成長するって非常にあの、はい、だから平家の時代っていうのは経済成長した時代でもあったんですけれども、はい、経済成長するということは裏返しに言うと日本国内にある一般の農家の人たち、はい、あるいは農業を元に食べているような人たちっていうのはこれは大変困ることになるんです、うん、あのインフレで物の値段はどんどん上がっていくわけです、はい、どんどん上がっていくんですけども農産物っていうのはその種をまいて収穫までに時間がかかる、はい、で、その一定の時間の間に物価がどんどん値上がってしまうとこれを売ってでお金に変えても次のものができる時までにもう物価がまた上がってますから、はい、とてもじゃないけど生活ができないという問題が起こる、うん、それで源氏が起こったわけです、はい、だから源氏がその、 あの単にその父親のね、うん、あの復讐のためにとか、はい、そういうふうなことだったらのも勝手にやっててくれと、うん、って誰も味方なんかしてくれないです、はい、源氏の方に多くの その民衆が集まった、うん、で、平家っていうその巨大な経済力を持ったその団あの集団に対して、はい、真っ向から戦いを挑もうという気持ちに源氏 の方々がかきたてられた、はい、源氏の中には平家あの北条一門のようにもともと平家方の人たちもいるわけですね、はい、そういう人たちも含めてみんなが源氏の味方をするようになったっていう背景には急激なインフレによってあのまさにみんなが食えない状態になってたということが背景にあった。なるほど、はい、まあ、ある意味毛沢東とは違う経済政策のミスみたいな感じですね。そうですね、ね、同じもあの、はい、ような言論弾圧はしてたというふうにしても、そうそうそう、はい、でもさらに言うとこの、ね、400倍に化けた経済、はい、そうから見たら朝貢貿易になったんじゃないですか。あの向こうはそういう気になってますよ ね。ただあの清盛の偉いのは、はい、そのあの室町の幕府の三代将軍義満のように、はい、日本国王という名前をもらったりすることは一切しない、うん、 あ、 そうだね、はい、あくまでも自分は天皇の元にある太政大臣であるという、うん、その自覚っていうのを強烈に持ってるんですよね、はい、だからあの、まあ、そこら辺がやっぱり足利幕府との大きな違いで、はい、で、あった。でしかもその平家一門というのはあの国を守るということについてはものすごくあの高い志を持っていたというのは、はい、まあ、これ次回のお話になるんですけれども、うん、あの決して おごってるような人たちばかりではなかったという現実もあります、うん、そうですね、はい、まあ、数年前ね大河ドラマで寺の清盛やりましたけれども、はい、まあ、視聴率がなかなか伸びなかったということでしたが、はい、でも一部そのさっきのですね子供たちの、まあ、紅衛兵っておっしゃいましたけども、はい、患者たちとかもちゃんと描かれてましたし、うん、うん、まあ、なかなかあの描くとこはきちんと描いてるなと思いながら見てたんですけど、うん、ただ一方でね、うん、批判もあったのはねまあ皇室がボロボロになってるっていうか、はい、ね、それで批判もあったりもしましたけど、うん、
から、まあ、こういったことの視点でね、ぜひ歴史なんかもこう考えていってもらうといいのかなというふうには思います。はい、はい、まあ、平清盛がどんな政治をしたのかということで、まあ、いろいろやってるんですけども、はい、まあ、その経済的な視点から、はい、と、まあ、あと、いかにピークの時にね、はい、政治、まあ、言論的な統制を行って、まあ、民衆の不満を買っていたのかというお話を今日お聞きしました。はい、はい、ということで次回の予告になりますけども、次回は鎌倉幕府はいつできたということでですね、はい、なんか私たちが学んだ時と年代が変わっているということを聞きましたので、はい、ぜひ、鎌倉幕府はいつできたのかというお話聞いていきたいと思います。今日もありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。